ちらからおいでになったんですか。すぐそこです。あ、そうですか。太陽銀行の方、北側のあたりですけど。朝市は今回初めてですか。でです。いや、もうちょっとお店が多いのかなと思ったんですけどね、ちょっと少ないなと思って。初めて。どんなの買われたんですか。バナナとキャベツ。白菜ですか。これはいくらですか、お値段は。100円。安い。ドーナツあまり変わんないんじゃないかな。昨日街で見たら やっぱり2個で180円ぐらいじゃなかったかしら。同じぐらいかなと思ったけど、うちは1個ぐらいしか買えないから。どうもありがとうございます。豆腐屋さんですね。あの国立には豆腐屋さんは何軒ぐらいあるんですか。12軒ぐらい。13軒。そうですか。お宅はどちらでやってるんですか。西の方です。西1丁目の方。ありがとうございます。これはいつ作られたんですか、この豆腐は。これは今朝です。早く。何時起きられたんですか。朝3時です。まあ、これね、オートメーションで、もう作りね、500ほど。個人のとこで作ったね、工場みたいなとこで、はい、作ってもらったからね、はい、これはほら、真に協力してるんだからね、儲けるためにやってんじゃねえんだから、我々は。ありがとうございます。どうだね。おはようございます。今回は、ずいぶんなんか肉ありますけども、どのくらい用意されたんですか。これはね、今日雨が降るかどうかわかんないので、5等分ですね。5等分を用意したわけです。あれ何キロだっけな。何キロだっけな。枝で304キロだから。304キロ、はい、すごいですね。だから随分安い値段ですけども、それはね、市役所のね、主催で、要するにね、大山の社長さんが14人無報酬ですから、全然その要するに、ね、労働賃金は入ってませんから。しかもそれで、これは国立の豚、国立の豚をね、そうですよ、それなかったら息がないね。要するに、ね、秋田とか、あるいは群馬来たんでは具合が悪い。やはり国立の皆様に奉仕するには国立の豚がいいと、こういうその我々のね、発想であります。それによって実施したわけですから。アイディアショーですね。そう失礼ですけども、国立には肉屋さんは何軒ぐらいあるんですか。組合員が26人、はいはい、ですが、その他に大手スーパーが5軒ありますよね。それからまだ、組合に入ってない新しい開店した人がまた4軒ばかしあるんですね。これも逐次やはり環境の整備と同時に組合に加盟してもらって、そしてやること、組合に入らないと皆さんは損しますからね。けども、どちらでご商売なさってるんですか。私か。個人としては。私個人は一橋大学の中和寮という朝日通りですね、あの真ん前にやってます。はい。もうどのくらいなさって。私は21年目ですか。はい。そうですか。まあ、肉屋としては朝日通りとしては一番新しいです。私が一番新しい。はい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 。皆さんはやはり場所的に私は一番馬勢ですからね、国分寺とのやがて境になりますからね。ですから一番新しい。皆さんは私の方はまだ発展しませんでしたからね。そういう感じで。商売のコツ一つだけ、はい、お客さんに、はい、接するときに、はい、どういうことを心がけていらっしゃいますか。いや、これはね、なんといったってやっぱり来ていただくんですからね、はい、やはり本当のお客様は、神様であると。これで私たちはご飯食べてるんですから、はい、こういう形ですよ。はい、ありがとうございます。どうも。少し喋りすぎだから。バラバラになって
これなんかね、お話聞いたら国立の豚なんですって。あ、本当、国立の豚、国立の豚だってあんた、はい、国立の人が売るから国立の豚じゃないの。ですよ、呼ぶのか。そうです、そうです、そうです。これは717円。はい、そうです。じゃあ私これから。はい、715円さん、この人がみんなこの豚上げてきたんだ。そうですか。この商品の豚は心配ないです。もう絶対飲酒しません。天地神明にしちゃいます。あっちとこっちとは違うのね。同じですよ。715円。はい、はい、ありがとうございます。まあ一つのお祭りだからまあいいんじゃないですか。でさ、例えば農協の方もそうですけども、今そこで肉屋さんのお話聞いたら、なんか国立の豚を殺して、いいじゃないの。やっぱり産物が少ないんだから国立は、そういう意味じゃある程度ね。でこうやってなんかどんどん活発になればいいなと思うんですけど、また難しさもあるんでしょうね。定着させたいと思うんだけどさ、定期的にね、なかなかだけど、その辺やっぱり我々こう野菜の生産者側からいくと八百屋さんとの問題もあるし、この辺難しいんですよ。おはようございます。おはようございます。なんか随分変えましたね。もう一度ね、野菜物や魚も一度ね買って、二度目なんです。今日今朝も2回目。家が近いからね。松本さんの家は確かすぐそこです。あそこなんですよね。あの真ん中の家近いからね。二度目で、最初はお魚とか肉とかね買って、今度は仏様の花やら林道やら子供のおやつのね、果物やら買いました。こういうふうに朝市が、まあその回数は少ないんですけど開かれてることについてどう思いますか。そうですね、市民としてはたまにはいいんじゃないかと思いますけど、で行く分安いような気がしますしね、その新鮮ですから、その点がいいと思います。どうもどうもありがとうございます。おはようございます。ずいぶんなんか活気が出てますけども。そうですね、ちょっと朝それでも天気は悪かったですからね、ちょっと鈍いような気がしてるんですけどね。5時ぐらいまで雨が降ってましたよね。いや、私なんかも今朝4時に目が覚ましたけどね。いや、心配で心配で毎回心配ですね、天気だけがね。で国立でこういった朝市が、まあ、開かれたというのは、まあ、いろんな経緯があるんじゃないかと思うんですけども、まあ、その歴史的に見て朝市というのは開かれてはいなかったんですよね。そうですね。それがこういった形で開かれることになったというのはどんなことがきっかけだったんですか。そうですね、やはり市民からの要望もありますしね、まあ、行政、まあ、私ども消費者行政が担当してますしね、まあ市民の方に新鮮なものを安く売るということも必要ですし、またこういう雰囲気といいますかね、とがかけている面がありますから、まあ、そういうものを意識しながら始めたわけですがね。売れ残ってしまうということが本当大変ですよね。そうですね、ですから天候の次に持ってきたものがですね残ると、これ個人個人の参加ならばですね自分のお店に持ってって売ればいいんでしょうけども、団体参加になってますから、どうそれを処理するかというのはですねやはり大きな問題なんですね。で行政側にもですね全部引き取ってほしいというような話もあるんですがね、まあ私は回数を重ねていけばですね、まあ団体の売る側の人もですねある程度そのコツといいますかね、それぞれの個人で売ってる場合はそれぞれのコツがあるんでしょうけども、こういう場でのコツということも覚えていかないんじゃないかというふうに思うんですね。まあ、始まったばっかりなんでいろいろあるでしょうけども、まあ、こう将来的に発展させていくにはどんな形がいいんですかね。そうですね、私行政側としてはですね今は団体参加ということでやってますけれども、狙いはですね個人参加でもっと店を多くしてですねいろんな他業種にわたって
やっていきたいというふうに思ってます。できれば月に1回程度ですねやっていきたいと、それもこの市役所の前ということじゃなくてですね、まあ、小さい国立は面積ですけれどもお隅々までですね行って、そして市民にサービスをしたいというふうに思ってますけれどもね。こういった朝市を発展させるためにはどうしたらいいか、新しい流通経路を考える企画がないものか、みんなで考えてみたいと思います。